コンラト一世マゾビエツキは、マゾフシェ公、ポーランド君主。カジミエシュ二世と、その妻で、モラビアのズノイモ公、コンラート二世の娘であるヘレナの間に生まれた、末息子、レシェク一世の弟。マゾフシェピアスト家の祖で、ポーランド国王ブワディスワフ一世は孫にあたる。1194年に、父が死去、コンラトは母に養育された。1199年に、 マゾフシェを、1202年に、クヤビを相続した。1205年、コンラト一世はニーレシェク一世と共に、ザビホスとの戦いで、南西、ルーシのオスロマン大公に対して、劇的な大勝利を収めた。この戦いで敵のルテニア軍は壊滅し、ロマンを戦死した。1209年以降、コンラト一世は、異教の地であったプルーセンに対する遠征を、 幾度も言ったが成功しなかった。プロイセン初のキリスト教会司教であったオリバのクリスティアンの助言を受け、コンラト一世は1220年にドブ人騎士団を創設したものの、この騎士団の軍事力をもってしても、プルーセン人を起伏させるのは困難であった。プルーセン人たちは、コンラト一世の攻撃に対し、彼の両国、マゾフシェを襲撃して報復する一方、 マゾフシェの北隣、クルマーラントを制圧しつつあった。繰り返すプルーセン人たちの攻撃を抑え込みつつ、コンラト一世は、マゾフシェ広国の北部地域を安定させるためには、クルマーラントを獲得するための戦いを、しようと考えた。1226年、コンラト一世は、プルーセン人を平定させる目的で、騎士修道会の一つ、ドイツ騎士団を招兵した。 ドイツ騎士団は1211年から1225年まで、ハンガリー王国の辺境を防衛する活動に従事していたが、自立化の傾向を示したため、ハンガリー王アンドラー主二世の不教を買って、同国を追い出されたばかりだった。プルーセン人兵程の見返りとして、騎士団は、コンラト一世に対して、プルーセン人地域を、騎士団が、コンラト一世と共に分有する権利を認めるように、 求めた。この権利は1226年3月、新生ローマ皇帝フリードリヒニセイの発したリミニの禁印勅書によって確認された。1230年、コンラト一世がドイツ騎士団とドブ人騎士団にクルマーラントを与えることを約束したクルシュビツァ条約が締結されたと言われる。しかし、同条約の文書は存在しないため、同条約は署名がされなかったか。 ドイツ騎士団が、条約の存在を忘れてしまったかのどちらかだと、考えられる。1207年から1210年の間に、流陸町の流れを汲むノブホロドイコールシベルスキー校、スビアトスラフの娘アガフィアと結婚し、10人の子供を、設けた。ボレスワフ一世、カジミエシュ一世、シェモビト一世、エウドクシアブレニハクディートリヒ一世と結婚ルドミラ。 ジェモミスーサロマヤ・ユリタ1239年に、オポーリコー・ミエシコ2世と、結婚、1252年に、ブロツワフコー・ヘンリク3世と再婚・ドブラフカ・ミエシコ。ありがとうございます。